ガールズマンデーナイト月八。はい、皆さんこんばんは。始まりました。はい、アクトレスガールズマンデーナイト月八、メイン MC を務めさせていただきます、トラブル前にほうれん草特攻隊長の本間太江です。よろしくお願いします。イエイ。はい、本日ね、18日の放送ということで、なんと10月18日は、私が初めて、この月八の初回をやらせていただいたのが去年の10月19日なんですよ。なのでもう約1年、ありがとうございます。イエーイ。めちゃめちゃ緊張して、もう本当に変な汗だくになりながらMC をやり始めてから早1年になります。早いですね、月日。1年前は元気に動いてたんですけども、私は絶賛今怪我をして欠場中です、残念。はい、でもね、元気に月八は放送していきたいと思いますので、まずは、本間太江のオープニング動画を一緒に見たいと思います。それではオープニング動画どうぞ。見ていただきました。はい、本間さん動いてましたね。今あんなには動けません。はい、です。今ね、私はちょっと欠場中なんですが、まあ、年内、2021年ももうすぐ終わるんですが、私のね所属しているアクトレスガールズも年内駆け抜けていきますので、そちらのねスケジュールをちょっと一緒に確認していきたいと思います。画像をお願いします。ででん。はい、ありがとうございます。一番近いのが10月22の、新宿大会になりますね。はい、先週大阪を終えてっていう形になりますので、22日の新宿、初めてのね、アクトレスガールズ的には初めての新宿フェイスの、会場でやらせていただくということになっております。そして、11月になって、一番最初4日、これアクトリングですね。ちょっとね画像があるんですけども、こちらはね舞台でございます。はい、あらかわいい。はい、愛を探せっていうね、私も本公演、アクトリングの本公演で、忍者の、チームで出演させていただいたんですけど、その時にね、出てた、でも絡みゼロだった、AI のロボットのね、チームが、プレ公演をするということになっております。こちらがね11月4日舞台ですよ皆さん。アクトレスガールズドゥドゥンアクトレスガールズビギニングからは、青のミクちゃん、チャンピオンですね、今ねタッグのミクが、青のミクではない、青ミク役ではなく、この AI の、役、ロボットの役として出ることが決まっております。他にもね、出演される、女優さんだったり、アマタアクトレスガールズからも出演される方もいらっしゃいますので、詳しくはアクトリングの公式などを見ていただけると嬉しいと思います。ありがとうございます。かわいい。いいですね。このキャラクターが実際に動いてますからね。はい。そしてですね、次が11月。あ、すごい戻っちゃった。すごい未来に。もう一度、あ、すいません。ありがとうございます。11月6日ですね。こちらは、こちらは、プロレスの興行となっておりますね。アクト55回目だってよ。すごいね。新木場大会が、土曜日の昼ですね、こちらやっておりますっていう形ですね。11月がなので、アクトレスガールズとしての興行は1大会になりますね。11月6日、
本日ね、ゲストさんを迎えさせていただくんですけども、そのゲストさんからも素敵な発表もあると思いますので、ぜひこの後も楽しみにしていただければ嬉しいと思います。そして、12月20日カラーズ新木場大会ですね。アクトレスガールズはカラーズとビギニングに分かれてるんですけど、私は、ビギニング所属なんですけども、もう一つの団体カラーズさんの大会が11月20日に、決まっております。こちらね、チケット予約も開始されておりますのでよろしくお願いします。そして、12月、いろいろ大会があるんですが、まあ、一番ビッグマッチといえば12月13日の後楽園ホール大会になります。アクトレスガールズ年内ラストの後楽園ホール大会となりますので、皆さんぜひぜひぜひよろしくお願いします。まあ、本番はね、まだ、復帰ができない、時期なんですが、もうこの頃にはもうちょっと動けるようになってるので、楽しい楽しいセコンドワークを皆さんに見ていただけるではないかなと思っております。そして、12月25日さっきポスター出していただきました。クリスマスやん。はい、ドゥドゥンということですね。クリスマスで、こちら舞台ですね。アクトリング、いろいろプレ公演本公演を得た中で新しい、編っていうのが始まるんですね。何々編っていうのがあるんですけども、これは剣編っていう剣ですねの、新しい編が、始まっていくという、まあ、三種の神器を、求めてこのアクトリングの物語が進んでいる中での三種の神器の一つ目ですね、の物語がスタートしていくという形になっております。こちらもね、主流の出演メンバーがかぐやそしてシェルオルという発表がされております。他にもね、随時キャストさんが発表されたり特別出演も決まっていくと思いますので、こちらも、公式のツイッターなど あとアクトレスガールズのホームページにも取り扱っておりますので、ぜひぜひチェックしていただければいいと思います。クリスマスだってよ。本番もなんかお手伝いかなんかしなくても見に行こうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、だから残り約3ヶ月間で、結構いろんな、姿のアクトレスガールズだったりアクトレスリングだったり、見えると思いますので、ぜひぜひ生の姿を見に来てくれれば嬉しいと思います。はい、ということでね、もう一人で喋っててもあれなんで、本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。本日のゲスト、住川夏美さんです。どうぞ。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。本当に、はい、嬉しいでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今日ね月8を見ている方々いや、まあ、初めましての人も、お久しぶりの方もいらっしゃると思うんですが、はい、軽く自己紹介を、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、お願いします。はい、住川夏美と申します。はい、今はフリーで活動しております。女優をやっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、サクッとした自己紹介でしたけども、はい、素晴らしいですもん。はい、本当に今日はね、スタジオに2人ゲスト、2人でトークさせていただいているので、ここちょっとなんていうんですか、見えない見える壁みたいなのね、させていただいて、ね、はい、あとスタジオもこのねトレールという空気の循環されるものをやっておりますので、コロナ対策させていただいた状態で、はい、落ちました。楽しく、はい、トークを、させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。いやー、本当にありがとうございます。今日はいやー急遽ね、急遽です。はい、急遽はい、させていただきました。はい、結構月8急遽ゲストさんが多いんですですけども、嬉しいでございます。ありがたいです、はい、もう限られた時間なんですけども、はい、たくさんお話をさせていただけたら、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあね、女優ということなんですけども、はいはい、もう私にとっても先輩でございます。いや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 。はい、ちょっとね、はい、そうですね、はい、昔のお話だったりとか、ね、はい、まあ、はい、芸歴とか経歴をちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、ね、はい、まあ、知って
ってる方がいらっしゃるかわかんないんですけれども、はい、一応ですね昔プロレスラーをさせていただきました。先輩だよ。ありがとうございます。本当にもう10年近く前になるんですけど、はい、まあ、某あのスターダムという、はい、あのはい、団体で3期生をさせていただいてまして、はい、すごい、もう3期生めちゃめちゃ有名どころですからね。あの周りの本当にあの皆さん同期が頑張ってくださってるので、いやもう3期生という名前が結構広まってしまったんですけど。いやでも本当に、はい、あの名前は聞いたことあるっていう、はい、そうですよね、印象なので本当に、はい、ちょうどその今も頑張ってるあの北条かいりっていう、かいりさん、はい、ですかね、そうですよね、かいりさん、はい、あのタッグパートナーで一緒にやらせていただいてたので、はい、もうパートナーのおかげで、名前がすごい広まってくれて、すごい本当に頑張ってくれてるなっていう、はい、で、そのきっかけが、まあ、はい、水色革命という劇団があるんですけれども、はい、今ねアクトリングに参加させてもらってるんですが、はい、まあ、そこで丸さんっていうね、はい、師匠がいて、はい、まあ、そこの劇団が水色革命というところなんですけど、はい、元々そこに、はい、私も一回出させていただいております。はい、そうなんですよ、はい、そこはもうプロレスラーの登竜門と言っても過言でもない、はい、そうですね、劇団なので。アクトレスガールズのカラーズ所属の松井美沙も、はい、あ、そうですね、その水色さんで、あのやっておりますので、そうですね、そのもうあの発表会見の時の写真が見つけたので、ちょっと画質悪いんですけど、すごいですよこれ皆さん。すごいですよ、ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけど、わーと思いました。あ、画質悪い、やだー。ありがとうございます。これ真ん中が主催の丸さん、丸さん、はい、丸さんこんにちは。はい、でどっちだ、右、そうですね、向かって右側ですね、私ですね、若かりし頃の私です、はい、で左はですね元アイ、あ、今やってるのか、はい、アイスリボンのチャンピオンやったりとかしてるセラーですね、セラーリッサ選手ですね、はい、この時はまだプロレスラーじゃないんですよ、はい、セラーは、え、そうなんですよ、あ、そっか、そうなんですよ、まだ旗揚げ当初は、はい、まだ一般人だったんですね。セラさん、セラさん、今もうタッグチャンピオンですからね。そうですよね、はい、セラもだからずっとレスラーを頑張って、はい、チャンピオンになったりしてるので、本当に頑張り屋さん。はい、すごい。もうプロレスラーばっかりの劇団ですね。素晴らしい。懐かしい貴重な写真。可愛い。可愛いですよね、みんなね。幼いなっていう、幼いですね。幼い感じがします。そうですね、ここからまあ10年ぐらい水色も続いて、うんうん、まあ、今ミサちゃんとかね、はいはい、レスラーがまた増えたりしてるので、そうです、アクトリングにもいますもんね、あの、そうですね、スカイレックスに、のチームにいるあのキョウちゃん、あ、そうですね、はい、キョウちゃんも、はい、いるので、いやすごいな、やっぱり巡り巡って、ね、そうですね、レスラー軍団ばっかりで。すごい、この記者会見だったんですね。そうですね、すごい、もうレアの写真、これ下にあのランマルさんとかいますね。あ、そうなんですそっかそっかそっか、そうですよね、ランマルさんもね、ランマルさんも今、はい、はい、アクトリスガールズもめちゃめちゃお世話になってますので、あ、そうなんですね、はい、もうランマルフェスタのも常連にさせていただいておりますので、いやすごいですね、巡り巡って、もう皆さんのご縁でできたような劇団というかね、だんだんそれが広がってきたっていう、素晴らしい、すごいですね、はい、なんか女優としてっていうことですもんね、スタートが、この時はそうですね、はい、あ、でもこれをきっかけに声がかかり、これ前なんですよ、実は、そうなんですか、そうなんですよ、実はスターダムに入るきっかけは、はい、この前に、はい、丸さんとまあ出会って同じ舞台に上がらせていただいたのがきっかけで、まあ、私とあのアクトっていう同期の子と、はい、あとカイリ、はい、3人ともその同じ舞台に出てて、はい、で一緒にスターダムに行ったと、すごくないですか、すごいですよね、私その時まだもう本当に何も知らない、はい、そうですよ、野郎でした、本当にプロレスのプの字も知らないような状態で入ったので、一緒ですね、そうなんです、一緒なんですよ、はい、も私も見たことがない状態だったので、そうそうそう、はい、今じゃもうどっぷりなんですけど、そうですよ、ね、みんなそうなっていくんですよ、ね、はい、すごい、うん、懐かしい経歴で、多分、はい、ね、この番組を見てる人とかもやっぱり長年のファンの方とかが多いので、今多分うわー、もしかしたら懐かしいってなって懐かしいってなってると思いますね、すごい嬉しいですね、本当に、いや、そんな大先輩と今日はお話しさせていただいておりますよ、はい、そうですね、まあ、でもこ の, あの、はい、さっきね、あの、はい、お知らせをさせていただいた11月4日の、はい、あのアクトリング、
にも、ね、はい、出演。そうですね、今回はゲスト出演ということで、あの試合シーンは私は参加しないんですけど、はい、ちょっとこうね、はい、あの中心にあの星木アリサさんっていう選手がね、はい、選手がいるんですけども、はい、私も先輩なんですね、はい、スターダムの元先輩 で、ね、久々にお会いさせていただくのですごい楽しみで、いや萌えポイントがたくさん詰まった。そうですね、でもまだ脚本とかって多分練習はもうされてて、はい、私はゲストでその少し参戦させていただくだけなので、まだいただいてないんですよ。あ、そうなんですね。ワクワクですね今。いや私もあのめちゃめちゃ、うん、あの楽しみです。そうですよね。なんかどんなね、そう物語になるのかなっていう。この脚本を書かれてる書くのが田中虎雄さんっていう方で、うんうん、あの私のそのあの葉隠れチームっていうと忍者 の、うんうんうん、のチームの、はい、あの結成とか、まあ、ログラタリーあのキャッチコピーとか全部作ってくださって、あの本公演もその寅、うん、さんの脚本で演じさせていただいたんですけど、本当にもともとアクトリングよりも前にお仕事、うん、舞台でさせていただいてて、演出ともあの脚本もあのお仕事を一緒にさせていただいたり、逆に共演で、うん、お仕事させていただいたりしてた役者さんでもあるんですけども、本当に好きで、トラさんの本がすごく好きなので、はい、本当に楽しみなんです。なので皆さん、11月4日もね、そうですね、見ていただいて、タイさん出ないんですよね。はい、出ないです。でも多分お手伝い、何かあのお仕事と被らない限りは、あのお手伝い、もうね、あの、ただね、11月4日はね、全然走ったりとかもできないので、まだ。そうですね。いや私もでも、あの、走らないので、あ、本当ですか、その時は。本当に、はい、ですね、あの新しい、うん、まあ、プレ公演となりますので、どうなっていくのかっていうね、あの初めてのね、あのチームの、うん、あの触りになると思いますので、うん、どんな物語がね、本公演で本当ちょびっとしか出てない触りなので、うんうんうん、どういう物語なのかっていうのが本当にすごく楽しみです、うんうん、で本公演の DVD がちょっと前に発売されたんですよ。はい、うんうん、アクトリングの。なので、ぜひこの11月4日の、舞台を見る前に、本公演の DVD を、うん、絶対見てください。見て、AI っていうチームはこういうチームなんだなっていうのを、うんうん、あのちゃんとおさらいして見に来ていただけると、より楽しめるし、あとはあのもうね、あの女優姿の、そうですね、夏美さんも見てもらえるということで、ね、いやそうですね、そうなのでちょっとそうですけども、見ていただければ。そうですね、今まだそのチーム決まってないので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので、なんかでも自分的にはこういうのやりたいとかあるんですか。はい、いやー本当に今そのいろんな魅力のあるチームがあるので、はいはい、なんか他探すのがすごい難しいなっていうのは確かにあるんですけど。あ、そうですよね、確かに本当に。あのでも私のチーム葉隠れは、うんうん、あのすごい忍者すごい強そうじゃないですか、うんうん、はいはい、すげえのいそうだなと思うんですけども、あの忍びたいけど忍べない忍者っていう。え、どういうことですか。もう完全に、うんうん、あのお笑い、あ、お笑い系なんですか、感じでした。あ、そうなんですね。本当にお笑い。あ、ぜひあの DVD 見てください。はいはい、見たいです。あのめっちゃふざけてます。あ、ふざけてる、ね、うちのチームだけ。あらららら。はい、なったので、いいですね、本当にあの好きなようにやらせていただいたんですけど、なのであの、うん、全然もうまだなんかお笑いが結構まだ1チームしか出てないので、うん、いいですね。ちょっとそっち系も来ていただけたらな、ねうん。結構重いとか真面目系とか。の子たちが多いので。あ、いいですね、やっぱりコメディ大事、ね、ぜひコメディコメディ楽しいですよ。いやそうですね、いやでも楽しみですね。そうですね、楽しみだなと思って。感じになるのか、全く違うものにキャラになられるので。そうですね、そうですね、楽しんでいただけると思う、うん、なんかそれに合わせて技とかね変えれるっていうのが魅力かなと思いますね。普段のそのね、そうなんですよ、私だったらまあ現役選手だった時の、はい、まあ、蹴り使ってたんですけど、はい、蹴りじゃないような技が見れるかもっていう、よいすごい、あると思うとちょっとねやっぱりワクワク、本当に萌えですね、プロレスファンの方もワクワクできるっていう、はい、うん、すごいですよね、本当に楽しんでいただけると思います。うんうんうん、そうですよね、そこが面白い。よく、うん、あの YouTube とか、はいはい、いろんなのとか、あと昔の映像とかで見ました。見ました。見ました。戦ってる姿を見ました。本当ですか？ありました？蹴ってました、めっちゃ。本当ですか？写真とかもめっちゃ見ました。
わーすごいと思って。本当ですか。ちょっと自分の動画探したんですけど、うん、見つからなくて。あ、本当ですか。まあ、DVD 持ってるので、はい、それで見るぐらいしかちょっとできなかったですけど。いや本当に蹴ってると思って。蹴ってるんですよ。すごいですよね。私も蹴りとか本当できないんで、すごいと思います。そう、最初はあの少林寺は昔ちっちゃい時やってたので、それをベースにあのキックとかを使った道着姿で最初コスチューム出てきて、結構その少林寺みたいな小手投げとか、すごい。そうなんですよ。それがメインでやってましたね。え、幼少期から少林寺拳法習ってたとこですか。そうです。え、すごい。習い事ですよ。でも本当に。いやでもすごいです。え、それはなんで習おうと思ったんですか。なんかあのコナンのランちゃんに憧れて、はい、かわいい。自分でその電柱とかを倒してみたいっていう、その多分幼心に思ったんでしょうね。倒れないですね。倒れないですよね。よっぽど強いなっていうのは多分後々分かったんですけど、ラン、はい、ちゃんになりたくて、なんかこう蹴ってみたいなっていうので、友達がそのやってたので、あ、紹介してもらって、そう、ね、そう一緒にやったんですけど、いやなかなか電柱は折れないですね。そうですね、うん、でも電柱折る勢いで一蹴るんですもんね。そうですね。そりゃすごいわ。そりゃやばいですね。そうですね。すごい、懐かしい。かっこいいですね。でも結構蹴りの選手がその元劇団には多かったので。あ、でも確かにそうなんですよね。そうなんですよ。初期はやっぱりすごい蹴りメインが多かったので、よくその試合で奥歯折れたりとかしましたね。回し蹴りで、回し蹴りっていうと多分昔のプロのあのファンの方は誰かわかると思うんですけど、はい、あーなるほどなるほど、うん、素晴らしい。あの方と試合した時に奥歯折れましたね。わお、はい、もうすぐ病院来ました。いや本当ですよね。すぐ病院来ましたね。いや、はあ、ね、私も一回前歯折ったんですよ。ねえ、折れますよね。プロレスあるあるですかね。いや本当にすごいなと思いますよね。本当に。まあでもね、それでもやっぱり魅力的な、そうですね、職業だなと思うんですけども。かっこいいですね。いや、かっこいいです。いやもうね、でも今日ね、はい、夏美さんをちょっとゲストに呼ばせていただいたのにも、はい、ちょっと一つね大きな、はい、ちょっと理由がありまして、はい、なんかとんでもない、はい、サプライズ的な発表をこの月8でいただけるっていうことで、そうですね、情報初解禁の、はい、すごいですよ皆さん。本当にこれ今見てる人たちはもうどぎもを抜かれると思います。はい、いやー、はい、ちょっとそのあ、そうです、まずこの、はい、最後に私が現役、はいはい、の最後に来た写真が、はい、ちょっと見ていただきたいんですけど、現役最後ですね。そう、これです。はい、これがかわいい、まあ、私左、はい、向かって左なんですけど、まあ、シュリちゃんっていうこと、はい、もうシュリさん大好きです、はい、舞台共演されした時に、はい、まあ、試合シーンがありまして、はい、で最後にこのマスターダムで着てた、はい、コスチュームがこれなんですけど、はい、まあ、それを、まあ、現役引退してから、はい、一番最後に来たんですね。あ、引退後の最後、初コスチューム、はい、めちゃめちゃ体型綺麗ですね。いやいやいや、もうガリガリだったんですけど。すごい。でこのコスチュームを、はい、まあ、ちょっとなくしてしまいまして、あら、はい、もうだいぶ経ってるの で、 そうですよ、ね、ちょっとなくしてしまって、なんと、まあ、今回、はいはい、ちょっと新しく作ろうと思ったんですよ。おおで、まあ、これは、うん、はい、役のためではなくて、おなんと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 アクトレスガールズの11月6日の大会に出場します。はい、すごくないですか、すごくないですか。これね、今ここで初解禁してます。はい、はい、SNS とか、大会とかじゃなくて、今ここが NOW 月8が素晴らしい、ありがとうございます。どやみんな、どや、すごいだろう。これはもう完全復帰という、はい、名目でさせていただいてるので、いや、めちゃめちゃ楽しみです。いや、緊張しますね。しがみついてみますね。やめてください、本当に。いや、もう本当にすごい、やっぱり緊張しますね。本当に何年ぶりかのリングなので。いや、そうですよね、本当に緊張しますね。いや、それが、はい、アクトレスガールズの11月6日、6日土曜日お昼から、新木場大会でリングに復帰されるということで、よろしくお願いします。もうみんなもう、はい、早くもうリングサイド取らないと、はいはい、そうね、もう早く予約してください。はい、もうすぐ、もう
リング一番近いところからもう絶対売れるよ。 そして正面側ね、目が合うかもしれないので。そうだよ、もうこう録音録音みたいな。ってことは、はいはいはい、この、はい、まあこの写真、そうですね、この写真ではないけど、この風な風なこう新しいコスチュームが見れます。やばい。これはこのコスチュームはオレンジ、はいはい、そうですね、オレンジですね。オレンジはそのイメージカラー的な。そうです、もともとオレンジ白かな、はい、を紙テープでいただいてたので、はい、今回もオレンジでいきます。あ、このオレンジはあれなんですか、なんか自分の好きな色とかですか。そうですね、自分の好きな色で作らせていただいたので。そうなんですね、オレンジが好きなので。その今もね紙テープないんですよ。そうなんですよ、なのでまあね、なんか持ってるタオルとかでこうやってやってくれる。いや、もうぜひ皆さん、はい、気持ちはもうこう、そう投げてもらって、もう復帰戦なのに引退するんかっていうぐらいの紙テープを投げていただいて、ね、投げていただければ。いや、はい、すごい、これはえげつない。いや、ありがたいですね。ありがとうございます。いや、もうこちらこそありがとうございます。いやいや、もう本当に皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします。今まあ一生懸命ね練習してますので、はい、すごいよ、ね、頑張ってるのでね。本当にいやすごい。本当に楽しみです。もう私も、うん、会場でお手伝い、はい、セコンドなどで、はい、いますので、うん、皆さんと一緒に興奮状態で。そうですね、はい、まあね、どんなね、うんうん、あのカードになるとかっていうのはちょっとまだわかんないので、 あれなんですけども、もう11月6には、ね、はい、リングの上で暴れ倒す夏美さんが見えるということなんで、皆さん何年ぶりかにね、はい、あのチケット予約は、アクトレスガールズの公式のホームページだったりとか、うん、公式の、ツイッターでもありますし、例えば、はい、夏美さん自身に例えば DM とか送ってとかでもできるんですか。そうです、多分できると思います。はい、はい、もしあれでしたらぜひぜひ皆さんチケット予約、はい、扱い選手っていうのがね、あ、そうなんですよ、選べるんですよ。重要なんでね、はい、なのでそこをねやっぱり、はい、まあ、推しがいる方はぜひ推しで、はい、予約していただければいいんですけども、はい、ぜひぜひ、はい、今日ねゲスト来ていただいているので、はい、お願いします。復帰もね、はい、お祝いとしてでも、はい、扱い選手の夏美選手をね選んでいただけて、はい、チケットよくしていただけるとすごく励みになりますし、もちろん、私も大好きな大好きなアクトレスガールズ、はい、今頑張っている現アクトレスガールズの、うん、カードもきっとすごいことになりますので、ぜひぜひ、大会自体を楽しんでいただけるように、はい、楽しみにしていただけたら嬉しいと思います、はい、ぜひチケット予約お待ちしております。お願いします。お願いします。すごいすごいよ、みんなちょっと興奮してからお茶飲むわ。飲んでください。すごいことになってるよ。そうなんです、この前本当に初めてアクトレスガールズさんの試合見させていただいて、はいはい、一個びっくりしたのが、はい、かけるさんとミクさんの試合、はい、見たときに、はい、セーラームーンで出てくるじゃないですか、はいはいはい、こうやってるじゃないですか、はい、あれ自分たちもやってたんですよ、そう、同じポーズですか。同じポーズです、まあ、これがねやっぱりあ、そうですね、セーラームーンのポーズなの で、ね、おい、かけみくパクってんぞパクってんぞびっくりして、もう息ぴったりだなと思って、いや懐かしかったですね、なんか自分たち見てるようで、いやなんかもう感動しちゃいましたね。もう本当に ね、もうすごい面白かったです。派手なガウン着てますから。そうですね、もうチャンピオンって感じでした。本当ですよ、後楽園大会で、うん、自分たちの初代王者、私と尾崎舞香っていう、そのスパイスアップの、はいはいはい、王者に、かけみくが挑戦して、はい、まあ、かけみくに負けてしまったんですけども、はい、もうなんか挑戦者なのにチャンピオンみたいでしたもん、はい、なんかもうオーラがね、そう、ガウン2人ともがっつり着てきて、もううちらなんかそのこの月鉢で書いた、はい、T シャツがあるんですね、お絵描きしたそれをプリントアウトした T シャツ着てベルトで行ったんですけども、マジもうなんかもう挑戦者チャンピオンやみたいな、ガウンなんてみたいな、くそっと思いながら、ね、いやでもすごく、悔しかったんですけども、うん、まあすごくずっとデビューから見てきた2人なので、うん、その2人がベルトを巻いた姿はちょっと悔しい反面嬉しかったなっていうのも、ね、感動しますよね、はあ、めちゃめちゃ感動しましたね、うん、なのでまあこの間ちょっと防衛戦を経てね、うん、今また 1防衛重ねて、うん、また新たなチャンピオンロードを、うん、歩んでるっていう感じなんですけど、うん、でも一緒らしいよポーズが、ね、言ってくださいよ今度ミクに会ったら
ね、アップリングの練習とかで多分ミクは結構合うと思うので。本当ですか。まくってるよって。いやいいんですね。でも全然使ってくださいって感じ。私なんじゃないので、もと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 セーラームーンなので。そうですね。そうなんですよ、はい。まあ、確かにあのビジュアル的にもね、はい、あのなんかねかっこいい系と、そうそう仮面ちゃんと、ね、あのセーラームーンみたいな感じなので、すごいバランスもよくて、そうなんですよ。ビジュアル、ね、ビジュアル重視の、ね、いやでも、うん、素敵ですね。うん、まあでもねリングで、はい、あの戦う姿を見れる、ね、ということなので、ぜひ皆さん楽しみです。11月6日、はい、よろしくお願いしますね。もう言うても時間ないですか、ね、そうなんですよ。だって今日もう18日、おお2週間ぐらいですかね。いや本当そうですよ、本当です、ね、しかもその前にアクトリングにも出演されるので、そうなんですよね。割と時間がなくて、いやもうタイト、えめお忙しい、そうなんですよね。お忙しい、そうです。このね4日は、はい、皆さん4日は新宿フェイス、はい、6日は新木場にお越しください、はい、そうですよ。で20日は ね20日は新木場タイトル、はい、フェイス新木場、新木場ということでね。そうその11月のあの詰まり具合すごいですね。そうすごいですよ。間なんもないんかいみたいな。文前半にめちゃくちゃあるやんみたいな。4日と6日ってまあ忙しいですけど。いやすごい。でもまあみんなに会える時間がねやっぱり多いので。いやそうですよ。なのでだから4日は女優の夏美さんを楽しんでいただいて、はいはいね、6日はレスラーとしての選手、そうですね、夏美選手を楽しんでいただけるって、もうこんな面白いことはないですよ、ね、皆さん。そうですよね。2日でいろんな。いやすごい。ぜひもう4日も6日もあのチケット販売してますからね皆さん。そうですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。多分このね月8終わって後からもうツイッターとか、そうです、ね、あと多分公式からもわわわわって発信されていくと思うので、はいはい、ぜひ皆さん引用リツイートもねしてね、ぜひ、そうですね、そう大会自体を一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなと思いますので、うん、お願いします。なんかハッシュタグとかありますか。ハッシュタグ、うん、なんかこういうこれでしてほしいとかあります？うわないですね。うわうわないですね。うわないですか？ないですね。なんかもうこれしてくれたらみたいな。そしたらなんかねエゴサとかしやすいし。あでもまああの名前があの何ですか？芸名は住川夏美でやってますので、はいはい、まあ、それつけていただいたり、はい、タグ付けできるのでタグ付けしていただいたり、ぜひ皆さん。そしたらね多分ね本人も、はい、そうですもんね。いいね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 します。あほら行くってよみんな行くってよって。そのついでにね、うん、絶対フォローもしてっていただければ、ね、はい、よろしく必須でお願いします、はい、お願いします、はい、今ねもうやっぱ拡散力が、そうですね、大事なので、はい、私もぜひフォローさせていただきますので、うんうん、はい、よろしくお願いします。いやもう嬉しい嬉しい、よろしくお願いしますね。本当にアクトリングね盛り上げたいですね。どっちもね、はい、もアクトリングも、はい、もう盛りだくさんなので、うんうんうん、ぜひぜひ全く違うね舞台と、興行なので全く違ったものなので、うん、あのいろんなものを楽しんでいただけると思いますし、す、ね、うん、あまあね、アクトリングはもちろんあのお芝居物語としてのストーリーを楽しんでいただきますし、アクトレスガールズはめちゃめちゃ可愛い子たちが勢ぞろいしてるので、うん、推しを探しにいろんな人をたす、ね、あの引き連れて、うん、遊びに来ていただけたら嬉しいなと、うん、思います。もう推しが見つかるよきっと、ね、売店も本当にね、いやありがたいですもんね。はい、いやあだから出るってことですよね売店も。そうなんです、売店一度お手伝いかしていただいて、はい、この前でも、はい、この6話だからコスチュームのが出るってことですか。あかもしれないです。すごくないですか。まあ多分ツーショットとかもあるので、ツーショット、そうですね、ありますね。コスチュームで多分、まあ、試合してるので。そうですよね、コスチュームで撮れます。やばやばいやばいですよ皆さん。やばいですね本当、コスチュームで撮るのは本当にそれこそ元気ぶりだと思うので。ですよね、はいはいはい、キヤキヤー、多分皆さんの青春が帰ってくる、カムバック青春の日ですよ。そうですね、11月6日は一緒に青春してもらって。いやそうですよね、いやすごい、ね、もうぜひ頑張ってください。頑張ります、応援します。ありがとうございます。もうね、うん、セコンドとして、いやありがたいですね。やっぱセコンドね、なんかアウェーな状態でやっぱ行くと緊張するので。いやもうでもね、一人だけでもセコンドで、普通にホームになってると思うんですよ。あ、ですか。味方いてくださると本当に嬉しいですね。ホームになってると思いますので、はい、頑張ります。はい、もう欠場して暇なんで試合ないからもうそこら中のセコンドだったりとかもう声出すしかないので。ありがたいです。はい、でアクトレスガールズの大会はオープニングから結構、うんうん、
踊ってますよね、はい、はい、ちょっとこだわってるので、はい、ぜひね皆さん、土曜日のお昼なので12時からです、うん、12時から会場、はい、開演、開演開始ですね、うん、なので、12時スタートで、最初からね、オープニングから見ていただけると、うん、ビギニングとカラーズの、違いもよく見えますし、試合前なんですけども、あ、この子たちがね、どんな、ファイトを見せるのだっていうのも楽しみになると思いますので、ぜひ圧巻のパフォーマンスから始まるので、そちらからね楽しんでいただけたら嬉しいと思います、うん、まあ、どんなカードになるのかも楽しみですね。そうですね、楽しみです。楽しみです。またねそれは公式で多分発表されると思いますので、うん、随時よろしくお願いします。イエイということで、いやすごく嬉しいですありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございますバズれ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 ということでね、まあでも、はい、多分すごく、皆さんもね、見てる皆さんもドキドキすると思うんですけども、すみさん自身もねめちゃめちゃ緊張してます。ドキドキすると思うんですけど、でもやっぱもうそこのね、そのリングに上がった瞬間の花とか、そのパンって見せるのはやっぱりすごいと思うので。出ないです、ないです、もう。いや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 、もう何年も空いてるのでね。いや、そんなことないですよ。やっぱりやっぱ現役選手ってやっぱでもすごいですね。この前、はい、本当に久々に他の現役の選手と、はい、個人で練習させていただいたんですけど、はい、もう全然違いましたね、もうレベルが。いや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 、なんでそんなに動けるのっていうぐらいやっぱりもうすごかったですね。いやでもそうですよね、確かに。うん、月日も経ちますしね。根性が違います、本当に。いやちょっと見習って今練習中です。でもそんなね、ファイト、ね、うん、その燃え上がるような姿が11月6日見えますので、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、はい、まあね、それをきっかけにいろんなところでね、うん、もしかしたらいろんな夏美さんを見れる機会も増えていくかもしれないと思いますので、うん、そうですね、ぜひね、きっと1試合だけじゃないと思いますからね。おお、まあそうですよね、復帰ということなのでね楽しみです、楽しみです。うん、やっぱ私もね今欠場をしてるので、うん、やっぱり会場に行って実際に試合とか見るとめちゃめちゃエネルギー、うんうん、そうですよね、やっぱパワーがすごいですね。いやすごい、やっぱすごいなって思います本当に、うん、すごいことみんなしてるなってそうなんですよね、客観的に見ると。いや本当にそう思います、うん、いやすごいですよね楽しみです、はい、皆さんにも楽しんでいただけたらなって思います。そう、うん、で今日、はい、夏美さんにゲスト来てもらうっていうので、はい、まあ、結構このね、いろんな写真、はい、プライベートなこととかも含めて、はい、なんか写真を、うんうん、ご用意くださいっていう連絡をさせていただいて、はい、1枚ちょっとねイレギュラーの写真を、はい、ちょっとそれお話ししましょうよ。しますか、はい、ちなみにタエさん好きなスポーツって何ですか、プロレス以外だと。私はでも基本的にスポーツ全般好きで、うんうんうん、ずっとやってたのはバスケなんですけど、うんうんうん、サッカーも野球も、はい、アメフトももちろんバスケも生で全部見に行ってます、はい、あ、すごいですね、はい、プロですか。プロです。おお、もう大好きじゃないですか。そうそうなんですよ。生観戦、生がすごい好きなんですね。ライブがね、そう、ライブ感が好きなので、はい、生のものはやっぱり好きで、スポーツ全般好きですよ。お、はい、ちなみにプロ野球だと、はい、まあ、応援してる選手だったりとかいますか。あれなん、もう今引退されちゃったんですけど、はい、私地元が愛知県の豊山町っていうところで、イチロー選手の町なんですよ。おー、もうビッグなのでその、はい、本当にで同じ中学校で。あ、すごいですね。そうなんですよ、まあ、中学校1個しかないんでうちの町が田舎なんですね。そう、田舎なんですけど、はい、だからその中学校やっぱりそのイチロー選手ってなかって、うん、まだその海外行く前、うんうん、とかオリックスにいた時に小学生の時とかちっちゃい頃からそのキャッチボールとか、うん、その地域密着型で結構イチロー選手が来てくれて、すごい、やるっていうのがあったので、イチロー選手はずっと応援してましたね。いや、もうイチロー選手出されたらちょっと出しづらいんですけど。いや、そんなことないそんなことないよ、すごいので、はい、まあ、ただちょっともう自分の親戚にもプロ野球になった子が、まあ、いまして。いや、すごい。ちょっと持ってきました写真を。いや、すごくないですか。すごい。ぜひどうこれなんですよね。いや、すごい。と広島カープ。はい、いいじゃないですか。はい、広島カープ。もう私行きましたよ。行きました？応援しに本当ですか？試合見に行きました。本当ですか？いました？いたか。違う時ですか？
持ってますよ。あのだからカープのグッズ。あ本当ですか。すごいですね、はい、幅広いですね、はい、あのカープで投手、はい、一応一軍でさせていただいてるんですけど。あじゃあ絶対見てるわ。多分あの、まあ、ローテとかがあるので、はい、ちょっと出てない日もあるんですけど、この前はなんか月間 MV みたいなのをすごいしてて、なんか今年はね頑張って後半調子上げてきてくださってるので、そうなんかねちょっとこれからもうちょっと頑張ってもらったらね、ちょっとねいやすごいすごいっていうのをねちょっと皆さんに一応紹介しよう。いやすごい。えこれは、はい、その前の時とか言ってたんですか。その一応ね知ってる人は知ってると思うんですけど、こうやってちゃんとこう番組で、はい、あの発表するの初めてで、まあ、本名がその床田なんですけど、はい、昔は床田であの芸名使わずやってたので、まあ、トコダで検索かけて、そのカープに入った時当初はもう私が彼女だとかその奥さんだとかとか噂がね、そうなんですよ、噂されて、はい、なんかリプ来たりとか、はい、彼女ですかとか、すごい、はい、なのでこういう公の場でちょっといとこですって言うときたい。でもすごい、はい、頑張ってくれてますね今。すごいですね、はい、で左ピッチャーなのでいやすごいですね、左なのでちょっとあんまりいないので、ちょっとねこれから頑張ってエースになってほしいなっていう、いやもう頑張れ頑張れいとこ復帰するよ、復帰するぞえもう私あの広島 の, あのファンの方とかも結構たくさんいて、はい、いますよね。ちょっと自慢しますね。自慢してください。で、そのいとこの方が、11月6日に復帰するから見に来てねって、ちょっと売れますねこれね、ちょっと言いますわ、うん、そうあのいつもそのカープ戦に、うん、連れてってくださる方がいて、おうおうおう、もうカープのファンの方なんですよ。もう絶対言ってください。はい、もうでその人がいつももうあのグッズでこれ持ってこれやね、これで応援しろみたいな感じで、はいってこうやって言ってて、うんうん、行くんです。まあちょっとねコロナがわーってなった時は行けなかったんですけど、うんうん、その方すごく広島を激推しの方がいて、なの で, で、もうプロレスも好きなんですよ。おなのでちょっと完璧じゃないですか。言います。完璧じゃないですか。言います。すごい顔多分似てるって言われるので、あの似てるらしいので、いやもう絶対イケメンだ、絶対すぐ多分すぐ絶対イケメンやすぐ分かると思います。いやすごい、はい、幅広いな、すごいですね、ね、そこだけね頑張りましたね。すごいじゃないですか、ね、もう鼻が高いですよね、ね、ありがたいですよ、ね、プロ野球からプロレス界、そして女優界スポーツ界全般もね、すごいですね、ね、行きたいですね、エースになってもらいたいですね、頑張ってください、私も応援してますね、頑張れいやすごい嬉しいですね、はい、ありがたいですね、素晴らしいです。いや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 、いや拍車がつきますね11月6日の拍車がつきますね。そうですね、やっぱりアピールポイントとして、いやもう、ね、野球界の方にもぜひ、いやプロレース面白いのでね。いやでも、うんうん、多いですよねやっぱり。ですか、なんか生の観戦が好きな方って、うんうんうん、プロ野球とかもそうですし、うんうん、バスケもそうですし、アメフトとかもそうなんですけど、まあ、舞台もそうなんですけど、うんうん、やっぱり生のものが好きな人ってやっぱりそう、やっぱりそのね、今はねちょっとやっぱり声出したりとかがちょっと難しくなってきて、うんうん、ね、まあ、ちょっとずつ解禁されたり、マスクをした状態だったら大丈夫ですとかあるんですけど、うん、やっぱりその今ここの目の前で時がこう進んでることが好きとか、うんうんうん、ハラハラドキドキするっていうのが好きっていう方が多いので、うんうん、やっぱりプロ野球見に来てる方でプロレス見に来るっていう方がすごく多い、ね、見てほしいですね本当に。見たことない人は絶対多分好きだと思うので、いやーすごい、見てほしいですね、いやー見てほしい、頑張れすごい嬉しい、すごいですね、素晴らしいですね、こんな、すいません月八でいろいろお話ししていただいて、ぜひいとこにも喋ったよと言っておいてください、うん、分かりました、来週来ますすごい素敵ですね、素晴らしいですね。普通野球は見に行かれるんですか。もうプロは、うん、まあ、地元がその兵庫県の尼崎なんですけど、あ、はい、まあ、阪神球場、はいはい、甲子園が近いんですよ。なので高校野球は毎年結構見に行ってたんですね。暑い暑い暑い、やっぱりもうね、青春っていう感じが詰まってるので、砂を持って帰るね見てたんですけど、はい、プロは本当に見たことあんまなかったんですよ。あ、そうなんですね。で、まあ、いとこが入ってから見に行くようになって、うん、やっぱもう威力が違いますね。いやすごいですよね、うん、しかもなんすごい、そうそうピッチャーもやられてるってことなんですけど、うんうんうん、ピッチングの
あのその出る前になんか肩鳴らすところをすごいおすすめされるんですよ、そのカープのマニアマニア、そう、ま、ここを、はい、ここ一番おすすめだからって、うんうね、うん、こうもう見えるのすごいからみたいな、見てみみたいな感じで、肩強いからみたいな、うんうんうん、でそこをいつも席取っていただいてそこを見るんですけども、うん、迫力がありますよね、すごいです、距離が近いとね、そう大きい、あとそうなんです、体も身長もやっぱり大きいので、うんうん、迫力すごいし、そうかっこいいですよね、やっぱり、そうやっぱりなんか選手、その何のスポーツでも、いやー本当にかっこいい、選手かっこいいですよね、やっぱりキラキラしてますよね、そうですそうです、本当にそうきらめいている、本当にすごい、そういやだからもう11月6日はきらめきますよねえ、ちょっと今ねもうそれに向けてさらにキラキラしてる、キラキラ出すのに頑張ってるの、ね、いやもう私はもうセコンドつきながらちょっともう写真とかも撮っちゃうかもしれません、あ撮ってほしいですね動画とかも撮ってほしいですねで多分あのリングサイドに、はい、あの公式 の、 あ、そうです、ね、あのカメラマンさんだったりとか動画もあの、うんうんうん、DVD とかもありますので撮っていただけると思うんですけども、うんうんね、遠方の方はぜひ DVD を、そうなんですよ、買っていただいて、はい、あのアクトレスガールズネッツっていうあの動画コンテンツもありまして、あそうなんですね、はい、月額で、うんうん、あの今までの試合、うん、あのぜあほとんどですね、最初のうちはあの DVD とかの撮影も入ってなかったので、うんうん、まだ、うんうん、本当に生の試合でしか見えなかったんですけども、うん、だんだんあの会社として、うん、あの体制が整ってきて、うんうん、DVD が発売されるようになってからは、うんうん、結構毎回、うん、毎試合とか、あといろんな、それこそランマルさんの試合とか、はいはい、本当ですか、はい、あったりとかっていうのとかも、はい、あのあ上がってるので、うんうんうん、多分そこにもよくよく上がるはずなので、じゃあまあね、全国の皆さん見れる、そうですよ、です、ね、見えますよ、全あの世界の人とかも見ますので、はい、コロナで来れないは言い訳にならないっていうことですね、本当、はい、そうですよはい、皆さんよろしくお願いします、ね、はい、ネットで見れちゃうと、はい、うん、いやそうです、まあ、一番はね、うん、やっぱり生で見ていただくのが やっぱり迫力がね、はい、全然違うし、あの嬉しいし、音とか、そうですね、肌で感じるものがありますよね、そうですよね、あとやっぱりあの選手としても、うんうん、あのね、物販とかね、売店とかで行った時に、はい、あの応援してるねとか、うん、嬉しいですね、そう、なんか、うん、おめでとうとかっていう直接の ね、うん、そうですね、あの会話がやっぱりそこでできるっていうのが、うんうん、本当になんかファンの方もすごく嬉しいって言うんですけど、いやいやいや、こっちの側が嬉しいから、その時もらうエネルギーってすごいじゃないですか、なんか試合で今日ちょっとダメだったなっていう時でもやっぱりなんかね、はい、こう次頑張ろうとか言ってくれると頑張らなきゃっていうね、はい、気持ちになりますよ、はい、なので本当に皆さんが持ってるエネルギーっていうのは、うん、もう皆さんが思ってる以上 に、うんうん、にあのすごいので、はいはい、ぜひあのご都合がつく方はね、あの会場に来ていただいて、会場に来れない方は、うん、DVD だったり動画コンテンツだったり、うん、もしかしたら当日生配信もあるかもしれないんですよ、あ毎回ね、あの直前にならないとわからないんですけども、うんうん、そういう PPV っていうチケットを購入して、画面を通してですけど生であの生中継っていうのも最近はねやっぱり増えてきてますので、うんうんうん、もしかしたら、そういうの対象の大会になるかもしれないので、またそういう時は、ね、お知らせが出るので、そういう方はあのもし来れないという方は PPV を購入していただいて生でねリアルタイムで見ていただけることもあると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。 10月22日もお手伝いに行くので、新宿フェイス、はい、はい、ぜひ会いましょう、ぜひ皆さん来てください、今から帰ると思います、はい、もうねチケット予約もしておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、ぜひぜひ、じゃその時もね、はい、生の声を届けていただけると嬉しいですよね、そうですね、もう頑張ってって言っていただけるだけでも、いやよろしくお願いします、ぜひお願いします、はい、ということであっという間にもう時間ですよ、本当ですか、はい、早いですね、ありがとうございます、どうでしたか今日、いや喋りましたちゃんと、大丈夫、めちゃめちゃ喋ってます、本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、またねあの、うん、デビュー終えて、うんうん、後からでもそうですね、またゲストに来ていただいて、ね、はい、セコンドでしっかり見ていただいてるのでいやもう本当にもう大先輩をもう本当に勉強させていただいてっていう感じなんですけど、はい、あれだったので、まあじゃあ最後にちょっとまた一言、これ月明町見てくださってる方々に何か一言お願いします、はい、いや11月6日へとまた復帰させていただきます、はい、今練習頑張ってますので、ぜひぜひ応援お願いします、よろしくお願いします、はい、
皆さんね、ぜひあの足を運んでいただけると、はい、生で、応援していただけると嬉しいと思います、はい、ぜひぜひね、ツイッターでの発表もリツイート拡散、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲスト澄川夏美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。待ってるね、よろしくね。11月